画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やって余剰今回も、ザ・フォレストの方です。ポン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 ってね、これ何やってんのかと、実は修理してますこれ修理できるようになってるんですよ、リペアツールでね。こうやってね、いや新しくさ、ザ・フォレストをまたこの正式リリースということでさ、まあ、やり始めたわけですけどね、すごいね、なんかグラフィックもちょっと強化されてる感あるよね。うん、ヘアスプレーちょっと燃料が多分不足してるんで、燃料でも探していきましょうか。これもなんか武器として早く使いたいですね。でまあこの家をねどんどん強化していってたんだけど、まあちょっと旅に出てね、洞窟一体どう変わったのかとかね、そういったのも確認したいよね。ワニに投げてみようか、これ一緒に投げてみよう。めっちゃ先行ってしかもちゃんとこれ自動で燃えますね。ああそういうことか、自分で設定しなくてもいいんだね、これは便利だね。最初でめちゃくちゃ作りやすい武器なので、ぜひともね、最初物が乏しいって方はね、作ってみてはいかがでしょうか。あとね、ワニ、ここにね、作るのはね、おすすめしません。めちゃくちゃワニ強いんでね、これね。うん、やばいっす。エンディングがしかもね、変わったっていう話も聞いたんで。エンディング？分岐？かな？いや、なんか変わったっていう。なに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 ？今何なになに？ここになんかいたよね。今なんかいたよね。なんかワニだったかな。ワニがなんかハマった感じになったのかな。なので、そういった新アイテムを求め、まあちょっと大冒険をしたいなと。うん。エンディングも確認したいんだけど、いやー、正式にリリースになってすぐエンディング確認しに行くのもさ、なんかもうなんだろう、もったいないっていうか、まあ最初に弁当箱を開いたら最初に卵焼き食っちゃうみたいな。いや私が単純に卵焼きが好きなっていうだけなんだけど、うん、いや美味しいものは最後に残すっていうね、まあそんな感じはするよね。しないかな。飲んでおこう。腹が減った戦はできぬということで、この辺で飯作ろうか。スナックバーを食ってもいいんだけど、スナックバーばっかり食ってるとね、糖尿病になりますよ。間違いない。同様になるのはもう間違いないから。おお、こんな洞窟になってる。なんか、上に囲え、なんだこれ。やばいやばい、なんか来てる。これね、これ皆さん、この声、聞いてください。います、あいつが。これバトルに備えればならない。実はね、このゲーム変異体と呼ばれるやばいやつがいます。どんなやつかと言われましたら、あこれ2個つけれるの、これ1個だよね。どんなやつかと言われたらね、まあ、見てもらったら分かると思うんだけど、この槍ぶつけてやるわ。ここめっちゃ登れないんだけど、いやそっちから足音聞こえるんだよ、めっちゃ。ああ走っ、うわあミスったやりミスった。あの野郎絶対許せねえぞ。そうだな、セメテックス爆弾にしましょうか。これね、セメテックスしないとね、コロ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 転がっていくんですよ。よいしょ。これね。ほいっと。あれ、なんか昔セメテックスにしてた気がしたんだけど、してないみたいだね、どれも。これ。
あ、つけた、つけた、つけたまま、つけたまま。つけたまま走ってった。いやー、こいつマジで、ウォーミングすんだけど。こいつやべえな、こいつやべえ、こいつやべえ。ホーミングしやがる。どんどんぶつけてやる。おらよっと。よし、つけた、つけた。腹立つ、しろい。肉片にしてやるわ。あらゆる生物と戦ってきてますから、私は。こう見えてもね。あらゆる生物と戦ってきて、勝利を収めてきてるんで。もうこの程度。でも爆発させてしまうと、もしかして、剥ぎ取れないのかな？剥ぎ取れないのかもしれませんね、これね。わかった、オッケー。で、ちょっときちんと殺しましょう。きちんと殺していこう。うん。途中までは爆弾でいいと思うんだよね。途中までは。ただ、ある程度ダメージを重ねたら、もうそこは、あれちょっと待って、爆弾が作れないぞ。いや、この作り方だったはずなんだけど、基板でしょ？基板に、お金でしょ？で、お酒、絶縁テープ。いや、これじゃない。布だ。いや、布じゃないな。お金、あ、時計だ。これで OK。こうやってね、自分で試行錯誤しながら作っていくのっていうのはね、楽しいんだな。銃をね、使ってガンガン敵を倒していってもいいんだけど、銃の弾がね、貴重なんだな、これが。 OK。 あれ、センデックスなってるよね。 OK。 うーん、あとはチェーンソーとかね、意外と矢がね、強かったりするんですよ。なのでこちらも使っていきましょう。まだいるな、声がする。いた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 。2匹もいるの、これ2匹もいるわ。2匹やばいな。ちょっと1匹ずつおびき寄せんと、これ危険なことになるぜ。オッケーオッケーオッケー。痛がってる痛がってる。よし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 。オッケー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 。よし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 。来るな来るな来るな。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。相変わらず気持ち悪いな、おい。よし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 。走りながら引き寄せつつ、ここで戦っていく。オッケー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 。少しずつ戦っていくぞ。燃やしていく。よし、一匹倒した。あいつもこういうことだ。プラスさ、思ったんだけど、実はこの照明弾も使えるんですよ。ただチェーンソーでゴリ押ししてもいいかなっていう気がするね。ちなみにアイテムを持ってる間は相手を襲ってこれません。うん、ぜひともこれは活用してほしい。ただこれね、威力そんなでもないと思う。オッケーオッケー。ちょっと待って跳ね返されてないかなんか跳ね返されてる気がするんだけどいや、違う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 やってやろうぜ。おらよっと、いでえだろちょっと待って、ラチ開かなくないこれ。仕方ねえな、私本気出していきますわ。うわ、やっぱ強え。これやっぱ強え、やっぱ強え。チェーンソーの
接近戦はやばいっすね。銃の威力も試してみましょうか。皆さんに一度お見せしておきたい。ほら見て、この威力ですよ。もうブリブリになってるでしょ。ほら、はげるはげる。ちょっと待って待って待って、何が取れるんだ。よいしょ、初めて取ったぞ。ん、何取れた、何取れた。ん、こっちこっちのやつの取って、いや、矢は回収できるからいいよね。こうやってどれ、何が取れてんだ。不気味な装備、これだ。装備上昇だって。え、これつけてみていい？あ、2個つけた。何これ、何これ。ちょ、周りから見たい。ちょっとマルチしたいな、これ。めちゃくちゃ今マルチやりたい。スーツにあんな肉片つけるとかさ、やばいやろ。もうどっかどう見ても悪魔の生贄的なやつでしょ。いや、矢は最強だってことですね。いや、お酒探して、ちゃんとこれ、装備整えといた方がいいね。うん。で、ちなみに、武器自体もね、強化することができます。例えば、歯をね、つけるんだったらね、こうやって。だからこれも装備し終わってるんで、あ、強化し終わってるんで、あんまり意味がないんだけどね。いや、これ、あれだね。やっぱこう、バラバラにしてはいけないんですね。基本は、まあ、燃やすか普通のキルをすることによって不気味な装備というのが手に入るみたいですね。いや、これ全身にやったらどうなるんだろう。うわー、これ不気味な装備ってあれだね、あんまり使わないで置いといて、で後々に貯めるだけ貯めて一気に切る。不気味な装備だけで全身覆ったら多分マジ肉だるまみたいになるんでしょうね、おそらく。さあ、ここにも洞窟があるけども、一応私分かりやすいように洞窟には全部旗をつけてるんですね。こんなからね。いや、もうほんと4年という歳月をかけてさ、製品版になったわけだけど、もうほんと皆さんも言ってますけどね、まあ感慨深い感慨深いっていうね。本当に私感慨深いんですよ。これバグだらけの頃からやってましたからね。当初から。もう多分私が言わなくても皆さんがもう分かってくれてると思うけど、私このゲームめちゃくちゃやってたんですよ。ね。なんか、製品版になったから発売した、製品版が発売したからやり始めたんやろってきっと思ってる人もいると思う。おそらくね。そうじゃない。昔からこの森で狂気と戯れてきてた、うん、今デッドバイデイライトがね、私の動画の中ではかなりこう人気なんですね、うん、でも私から言わせたら、そのなんかこうデッドバイデイライトがね今好評ですけども、当時はこのねザ・フォレストがねめちゃくちゃ皆さんにね支持されてたね。私は嬉しかったですね。面白いもんだってこれ。基盤に、あ、絶縁テープがもうないわ。いや、爆弾威力高い割に高いから、ちょっと部品がより多く必要になったんでしょうね。ただダイナマイトの場所とかも一応全部把握してあるんで、昔もこの中なんか家みたいになってたんですけどね。ん？あ、ドクロか。こういうのがね、ちょいちょいアイテム手に入るからね、便利だね。まあ、布がいくらあってもね、全然 OK なんだけど、昔、覚えてますか？この辺でイカダ作って、イカダがすげえ吹っ飛んでいってさ、向こう側に、木に絡みつきながら、まあ、飛んでいったバグとかさ、うん。もうもはや懐かしいでしょ。カボちゃんとよくやってたね。うん、これもね、途中から追加された木なんですけど、ね、自分が育てた子供が大人になった気分で、本当に。さあ、こっちの方まで来ると、もうすぐ私の、第二神教の方が、あります、学校を作ってたの。ああいう島の上とかにもなんかあんのかな。実際どうなんでしょうね。
あったら楽しいけどね。よいしょ。さてと、ちょっと狩りしてみましょうか。これね、これじゃないと基本ね、ウサギとか獲物取るの難しいです。わりかしエイムね、正確に届くんで、気になる人は頭集めてね、動物の頭集めて頭いっぱいコレクションみたいなの作れるんですよ、部屋このゲームどうかしてるよもうどうかしてると。この怒りの部分も、結局判明してないんだよね。船が落ちてるわけじゃないからね。だからサメとかがいるから、あの一回マシュマロ作ってる途中、焼きマシュマロ作ってる途中なんだよこれね。ああ絶縁テープ、こんなとこあるの絶縁テープ。あのサバイバルブックを見るとですね、制作ガイドとかそういうのがあるんですけど、その自然ガイド、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、ワニ、カラス、シカ、ウサギ、とかね、イノシシとかいるね、こういう、まあ大体私どれも見たことあるかな。ただこれがね、ホウジロザメだったか知らなかったね。どのサメのあれなのかと思ったけど、ホウジロザメだったみたいですね。うん、洞窟の魚とかもねいるんだよね。あ、この洞窟の入り口ってことね。うん、彼女は死んでいない、眠っているだけだっていうね。ここら辺も後々に分かるんじゃないでしょうかね。後々に分かるっていうか、その今見始めた方がね、あのもう前から見てる人は何のこっちゃかすごいよく分かると思うんだけど。さあやってまいりました。写真がね、こう銃っていう、さっきのねフリントロック銃っていうの、部品を各地から集めなきゃいけないんですよ。うん、で集めなきゃいけないんだけど、それが写真にヒントとして残されてて、そのうちの一つがここなんだけど、よいしょ、こんな、あ、ちょっと待って、服、新しい服見つけた、黒いスーツ、青いズム、テニスの靴、いやーマジでちょっと待って、嘘。テニス選手になるのマジで。見て、自分の見て。あ、種がもう持てない。で、ここ。フリントロック銃の一部ですね。こういうの集めていって、8個集めるとこれになるっていうね。いうことなんですね。これはぜひとも、この写真を頼りに見つけていってほしい。これ大変でした、私。本当見つけるの。ずっと銃探したもんね、当時ね。で、まあまあまあ手に入れてね、今やね、もうどんなやつが来ようが銃殺するっていうね、いう状態になっております。あそこがうちです。もうこっからジップロックじゃないジップラインで、あそこまでシャーって行けるようにしてもいいかもしれないね。よいしょ。この辺にもちょいちょいお金やら薬やら入ってるんで、ぜひとも調べてほしい。いいね。いやー、飛行機事故にあってね、まさかこんなところにね、不時着してしまうとはね、まあ、思いもよらないわけなんだけども、まあ、昨今の映画そういうシチュエーション多いよね。追い立ってしまったところが実はみたいなね。もうこういう、このね、ザ・フォレストみたいな映画でね、グリーン・インフィールドっていうのもあるんだけど、うちにわか、うちに人がいますね、人の皮をかぶった。まったく本当に、勝手に不法侵入するからね、この人たち。あ、これラジオを、鳴らせるやつですね。ラジオというか、カセットテープを流せるやつがあって、音楽を鳴らして、まあ、おびき寄せるみたいなことができます。実はもうお腹減ってきたな。ちょっと肉でも食いたいところだね。
あの人たちいるでしょ。ここ変なもん作ってる。あ、テニスラケット持ってる。え、チャンネル登録。テニス服着てるから。PC の方は画面のアイコンから。携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。テニス選手。よし、投げる投げる。行くぞ。練習するぞ。あのテニスね、テニスそういうゲームじゃないから。